スキーのこだわりチャンネル。どうも、大好きです。はい、いつもあの動画楽しんでいただいてありがとうございます。今日はですね、あまりにこう、風がすがすがしいので、こんなところで、お送りしています。音声ちょっと遠かったらごめんなさいね、しっかり耳を澄まして聞いていただければと思います。今日お話しするのはテーマこちらね、道という字が書いてあるんですが、これは実はこう沖縄のですね、僕の尊敬するアーティストの作家さんっていうか書道家の方なんですけども、ガベ天心先生ね、先生は先生の先生ね、ガベ天心先生までが名前じゃないよそう、ガベ天心先生の、作品です。これ依頼してわざわざ書いてもらったんです。それほど私、道という字が大好きなんですね。しかもこれ私の理想なんですけども、やっぱりアーティストの方ってすごいですね、あれです、カタツムリが好きなんです。なんで好きかというと、なんだろう、奴らはこう意地でも前進するんです。自分のスピードで。彼らってのんびりしてる、カタツムリのようにのんびり行きたいなとか言うけども、あれあいつらはのんびり生きてないからね。一生懸命こう、よし頑張るぞ、じゃあもう今日もこれ絶好調って思いながら、あれですから、そう、そこのところが好きなの。要するに他のやつで、すごく速やかにいろんなことをね、器用にやるやつ、もちろん俺なんかよりも全然このあれですよ、カタツムリの方が器用ですけどねだけどもそういう風ななんか周りにとらわれずにですね、自分のペースででも前に進んでいく、やりたいことをやり抜くっていうところね。もう一回見てください。ほら、カタツムリで道と書いてもらったんです。はい、この部分、実際僕道という名前のこう曲も持ってるし、あとはアルバムも作ろうと言って思ってて、これのなんかタイトルの大事にしようとか言って思いながら、ずーっと今日にちが経ってる。急げ大好きという、ね、個人的な葉っぱかけもあるんですけれども、必ず道というアルバムを作りたいなと思ってもいます。その中でなんで道という言葉にですね、私がこう意識高く、なっているかというと、やっぱりこう生い立ちというか、何でしょう、まあ生い立ちですかね、あるんですよ。はい、というのもです、私の親、母方の親がですね、代々こうお茶の先生、いわゆる茶道ですね。茶道の先生をやってるという家柄でして、だから結果的に私ってお茶、ちっちゃい頃の習い事が茶道だったんですよ。茶道と言いますけどね、お茶を立てて、あ、結構なお手前でみたいな。でもなんかね、幼心で茶道ってつまんねんだわ。そう、本当にびっくりするぐらいつまんなかった。なんで？だってかっこいい、今でこそかっこいいってわかるよ。だけどなんだろう、かっこいい、かっこいいっていうか、なんかなんだろう、目的がよくわからなかったんですね。そう、茶道、要するになんか柔道とか剣道とかって目的すごいわかりやすいじゃない。相手よりも相手投げ飛ばして、うまく投げ飛ばして勝っちゃうとか、うまく叩いて切っちゃうとか、そういう話じゃないですか。だから分かりやすいんですよ。大会があるし、あと例えばなんか華道でもそうですね、展覧会とかいうので金賞取っちゃったりとか言って、なんかその競い合いますよね。茶道にはそれがない。そう、僕は表千家の、まあ、側の人間っていうかあれなんですけども、なんか表千家のお手前 の大技の一つに引き尾尺ってのがあるんです。最後の一番水をこうね、釜に足した後に決めどころで決めるんですけど、こうやって釜を置いてスーッと引っ張って持ち上げて、親指くぐらして持ち上げてストッと置くっていうところなんですけど、じゃあそれを仰々しくふわースーバシャーってやったらいいかっていうと怒られるの。自然じゃない。だからわかんないんですよね。せっかくやるけど、これをかっこよく俺らしくっていうことでもないし、それに対してあれなんです、
なんだろう、競い合って美しさを特化させるっていうものではないんです。空いてるよりもかっこいい引き微釈をするために存在しないんですよ。つまり茶道っていうのは、なんだろう、なんだ、大会もなければ目的もよくわからなかったんですね。だから僕の中では幼心的にハテナだったわけです。この人たちは一体わざわざ集まって何をやっているのだろう。ただお茶が美味しくて飲みたいのかっていうと、それならサカサカサカっとやってサクサク飲めばいいじゃん、美味しいですねって、そうじゃないぞっていうことで、っていうことで私はこう、どうってなんだどうっていうことをね、幼心に抱いたわけです。そう、その中でですね、弓道というものを知った時に、ちょっと道っていうものがこうなんではなかろうかということに気づけたんです。そう、それがすごく良かったなっていうことで、弓道とアーチェリーって明らかに違いますよね。そう、アーチェリーは要は的をね、中心が得点が高くて、その中心に向かってしっかり高得点を競い合うスポーツなんです、あれ。ただ弓道ってそうじゃっていうと、そうじゃないらしいんです。そうで、その中でですね、ドイツの哲学者のですね、オイゲン・ヘルゲル、ヘリゲルという人、オイゲン・ヘルゲル正しい発音か知らないよ、オイゲン・ヘルゲルという人がですね、いてですね自分でつぼってるけど、そのヘルゲルさんがですね、のやっぱり彼も弓道をやるんですけど、彼の著書にですね、弓と禅という本があって、そこにすごくいいエピソードがあって、それってこう、道のあり方が分かりやすく描かれてるな、ちょっとデフォルメ入ってんじゃねえかって、僕実際会ってないからね、分かんないんですけど、そんなことは感じるんですけど、ただすごく分かりやすいいいエピソードだなと思って、紹介したいと思うんですけども、そのなんだろう、旧姓とか言って、弓の肘と書いてですね、まあ読み方が書いてなかったか分かんないですけど、旧姓と称された達人です、ね、阿波健三という人がいた。そう、その人が一番言ってることの中では、弓は狙っちゃいけない、的を狙っちゃいけねえ、狙わずに叱るべきところに当てろ、叱るべきところで的を狙わずに当てろということを言ってるわけです。そう、そんなこと可能なんかっていうことを僕も思うし、ヘリゲルも思ったわけですよ。で、いやいやいや師匠ね、そうやって言いますが、やっぱ狙うよね、狙っちゃうでしょ、狙ってるでしょって言ったら、いや納得いかないんだったら今度夜9時に来なさいと。それでヘリゲル夜9時に呼ばれるがままね、先生の師匠の健三さんとこ行ったわけですよ。それでこう弓道場の真っ暗な弓道場につかつかつかと2人で行きね、で蚊取り線香の火を的のところに方向だけ分かるようにピョンと置いて、ここに的ありますぜと。それからもう真っ暗で、まあ火があってこっちの方向にね、的があるんであろうというぐらいの距離だったらしいんです。しかも余興で使うなんか9センチぐらいのちっちゃな的というね、感じのシチュエーションで、で真っ暗闇の中、そのね、健三さんが2本弓を取り、シュッシュッと引いたらしいです。で、弓道やってる人ごめんなさいね、私弓道やってないからこの弓の引き方はなってないやって思ったと思うけど、これそこ言いたいんじゃないから、そこだけよろしくね。そうじゃなくてシュッシュッと引いたんです。で、見てきなさい言われたわけですね。だからヘリゲル行ってみたら、なんと的の中心のところにまず1本目の矢が当たり、そこのさらに上に矢が刺さって、その矢を割っていたと。すげーということなんです。これって要は道のあり方、道と名乗ってる人たちが何を追求してるかっていうのをすごくよく表してるエピソードなって僕は感じたんです。はい、余談で言いますとですね、この的の中心のですね、黒いところとかいうのを、これ、星っていうらしいです。はい。で、そこに当たってることを、図星っていうんですね。これ余談ですけども、図星っていうのは、実は弓道から来てるお話らしくて。はい。あと、そんなはずはねえって今僕言ったかな、言うつもりだったんだけど、ヘリゲル驚いて、そんなはずはねえ。そのはずっていうのは、これ、余興ですよ。余談の話ですね。矢の、
羽がついてる後ろ側にこう弓をこうくっつけるための削れてるところ、削はめるところがあるのね。あそこのところはずっていうらしいんです。だからそうここがうまくいかないとうまくいくはず、いくはずがないんですよ。つまりはそれはね、実は弓道用語みたいです。はい、図星とそんなはずはねえ。まあさておき話戻しますね。それで何が言われたいかっていうと、そのエピソードで何を言わんとしてるかっていうと、要は何でしょう、叱るべき所作ってあって、研ぎ澄まされてる状況を追求してるんだなってことを感じた。要するに弓道をする人が研ぎ澄まされてくると、定点カメラで、今定点カメラで撮ってますけども、僕が1回目に手を挙げました、2回目に手を挙げましたね、これ写真、連続写真であれすると完璧にシンクロするはずだっていうのが、その何でしょう、研ぎ澄まされた状態の追求なわけです。毎日毎日こう矢を射てる、射る所作を行うことによって、しかるべき所作で放たれた矢はしかるべき場所に当たるということなんです。そう、そこで僕は分かったんです。そうなのかと。道というのは同じで、なんか連続運動とかそういう動きを持って、自分自身を研ぎ澄ますためにあるんだなと。そうするとやっとこさ、茶道の意味が分かったわけです。茶道っていうのは本当に千の利休という人が、まあ完璧にはそこじゃないんですけども、完全に綺麗にまとめたのは利休で、そこからまた分配していってるので、やっぱり利休がね、現代茶道の祖だという言われているね、ことなんですけれども、まあそのね、彼がこれが美しい、これがいい動きなんだよっていうことを完コピという形で一生懸命追求してる。そう、今日も明日も明後日も、毎回毎回釜の蓋を取って置いて茶巾をその上に置く、その流れがシンクロするような研ぎ澄まされた状態を追求してるってこと。そう、スポーツにゾーンという言葉がありますよね。そう、あれなんてまさに僕それだなと思ってるね。要するに外角、困った時には外角低めを投げるっていう部分で言うと、調子のいい時には僕の自分の指のラインが外角低めまでレールを引かれたように見えたとか言いますよね。あとはバスケットボールとかでもね、そう、ゴールまでの軌道が見えたから、そこに乗せるだけで得点が取れた。それなんてまさに道で追求されてる研ぎ澄まされた状態のことを指してるんだなって思ったんです。それからはですね、要するに多くのものがそれに通ずるんだなと。だから要するに基本的には道がつくもの、華道であったり茶道であったり弓道であったり柔道であったりね、北海道であったり北海を追求してるんだよ、あれはそんなことはないか、はいね、そんな形で研ぎ澄まされたものを追求している世界なんだなということに気づいて、それ以来こうやっぱり茶道好きになりましてね、でやっぱり道というものっていいなっていうことに気づいたんです。だから僕は基本的にいろんなことをやってますけども、全てのことに対して道をつけるような、なんか生き様が好きだなと今考えて生きています。だから今こうやってやって、皆さんの前でこうやってね、生意気にもおしゃべりしてますけども、こういうのもパフォーマンス道だな。だから演奏してるのとかも、なんだろう、そういう所作を繰り返すことによって、なんか自分を研ぎ澄ましていきたいなっていう、なんか理想ですよ。なんかそういうものをすごく感じています。だからなんか常にどんな不器用とか無様な形であってもいいから、自分が自分の道道をこうね、自分の道をね、そう、どんな時もですね、こう自分の道道っていうものをこうね、意地でもガリガリ進んでいきたいなとっていうのが、僕のこうなんかね、生きるなんか中心に置きたいなと思ったんです。だからなんかそんなことを考えながら日々過ごしています。はい、なんかそういうのってなんかいいじゃないですか。なんかそういうふうな、なんかだからこれが正しいとかね、
そういうお話じゃないんですけども、僕自体はこういう風な形でですね、僕なりの何かしら道、ね、を追求していきたいなって思って生きています。はい、その中で禅なんかはねすごいですよね。座るだけで、ね、その道を追求しようとしてるわけですから。だからまあ僕自身はそういう風な形でですね、僕が正しいとかじゃなく、僕なりの道というのをこうね追求してね、年取って、死んでいけたらなと。今死ぬとかじゃないよ。そう、やっぱみんな誰しも亡くなっていきますよね。そういった形の人生を送れたらなみたいなことを考えて、日々俺なりに、やってます。はい、ね、なんか響いてなんかことがあったなら嬉しく思います。はい、話最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。また。大好きのこだわりチャンネル。いやこれすごい。これね、結構普段よりもしどろもどろになったけどもね、結構緊張しますね、この変わった環境って。いやでもどうってだな、俺やっぱり一番そうなの禅道だなって。禅道とは言わないらしいんですけど、禅かなって思って、今はもうとにかく禅っていう世界はこう座ることに特化して、座る、ただ座るという所作だけで研ぎ澄まされた状況を追求してるんだなってこと、なんかすごいなと思って、楽しく思ってます。はい、楽しく思ってるんじゃなくて、すごい感銘受けてますね。禅すげえなって思ってます。なんかはい、だから禅の話とかもすごい好きですよ。はい、気をつけて降りるからね、皆さんも安心して。